ってした方がいいんですかっていう。塗らない方がマシなコーティングが多いんですよ。コーティングしてたら5年間はノーワックス、はい、水洗いのみで OK。 上手に塗りましたよね。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。ビューティフルカーズ洗車チャンネルの村上敦です。副社長の高橋です。副社長のね、質問シリーズみたいなのをやってきてるんですけども、そろそろ副社長のね、磨きもできるようになって、コーティングとかの理解も深まって、はい、副社長はもともと僕に経営を教えてくれたすごい優秀な経営者なんで、ね、で今一緒にねやってるんですけど、なのでちょっともうキャラ作らずに、もう普段の頭いい副社長の思いをフリートークするみたいな感じにした方が良いかなと思って試しにやってます。やってみます。気分を害さない方は最後までご覧ください。起業家同士の会話だと思ってください。はい、で実際自分でですね、磨いてみました。最後のコーティングしてる時気持ちよかったです。なんか磨いた時点でめちゃめちゃ綺麗なのに、コーティングすると変わるよ、ね、変わりますね。全部システム的に一体で開発してるから、どこぞの研磨剤で磨いて、どこぞのコーティング剤塗ってるじゃないから、全部が最後につじつま合うようになってる。そうですよね、それが分かりました。すごいでしょ。はい、まあ、やる前でも完璧に美しいんですけどね、はい、完璧を超えてきますから、ね、それがよく分かりました。なんかもう異質ですね。なんかあそこが異次元みたいな。そうですよね。はい、でその最後の工程で行ったコーティングですけど、うんうん、まあ、よくある質問でですね、コーティングってした方がいいんですかっていう。まあ、今答えちゃったね。そうですね、一貫してるから、はい、まあ、うちの場合はやった方がいいけどね、はい、ただ塗るんだったらしなくてもいい。しなくてもいい。まあ、僕の車は知ってないからね。確かに。もうすぐ1回目の車検になる GR ヤリス、はい、しないまま3年経ちました。そうですね、一般的に言えば嘘みたいに綺麗ですから、ね、確かに。まあ、新車のディーラーにある時のままというか、そこに簡易的なコーティング剤ね、はい、オンラインショップで売ってるのは塗ってるから、はい、まあ、その分のちょっと艶が加わって、うんうん、一般的にショールームにある状態より少し綺麗みたいな感じでずっと思ってますけど、本当はしっかりコーティングしたらもっともっとすごく綺麗、確かに。で磨いたらもっともっとすごく綺麗、はい、でコーティングしてたら、なんか洗車した時のスポンジの滑り感が全然違う。ただの塗装面ではなく、はいはい、ね、ガラスコーティングで少しこう硬くなってるみたいな、はい、少しですけどね、全然違うんですよ、あのって感じが。ちゃんとしたコーティングだったらやった方がいいんですけど、適当なやつだったらやらない方がいい。うん、コーティングは2種類ありますからね、はい、このようにですね、こう磨きとかと一体化して本当にお客様の車をね、長く綺麗に保つために考え抜かれたコーティングと、簡単な施工でトッピングして収益率を上げるというコーティング、儲けるためのコーティングですね。種類ありますからね。はい。塗ってる本人も何が効いてんだか分からない。あるんでしょうね。新車の時コーティング進められると思うんで、はい、聞いてみたらいいですよ。はい。このコーティングしたら何がいいんですか。はい。いやー、汚れがつきにくくなって水洗いで綺麗になるんですよとか言ってくれるかもしれない。はい。その時点でね。はい。なるほどって感じです。なるほどって感じですね。あ、じゃあこのコーティングしてなんか3年ぐらい経った車見せてもらえますって言ってね、じゃあないですねって言うんだったらもう怪しいですね。怪しいですね。少なくともあなたの車にじゃしてないんですかみたいな話ですか、ね、確かに。じゃあ僕の車でよかったらどうぞって見せてくれたとしてね、じゃあそれにちょっとこう太陽の光とかね、はい、当たるところで見てみてくださいよ、はい、果たして綺麗なのかとか。そうです、ね、綺麗だったらそれはすごく意味がある。それで分かってしまう、うん、でももうめちゃめちゃ傷ついてたよね、その営業マンがね。いやーちょっと僕のは最近洗ってないんでとか言おうものなまあじゃああんまりコーティング意味ないくないですかってことですね。確かにそうですね、うん、いやなんかその昔の自分で言うとですね、うん、なんかどこかでそのコーティングしたら大丈夫みたいな、うん、幻想にとらわれてて、その洗車ちゃんとしてないとかですね、うん、なんかそういう人も世の中にはいるんじゃないかな。コーティングって上手に売りましたよね、はい、そういうイメージで売りましたもんね、はい、コーティングしてたら5年間はノーワックス、はい、水洗いのみで OK、はい、ただビューティフルカーズも洗車してるとね、はい、僕は絶対そのこと言わないんだけど、はい、雨が降ると綺麗になるよね、はい、そうなんですよ、なぜかね綺麗綺麗なんですね。あんま汚れにくいんですよ、はい、気候にもよりますけど、はい、黄砂が降っちゃったりとか、はい、花粉が降っちゃったりするとダメな時もありますけど、割とねずっと綺麗に保てるんですけどね。
でもそれは結局やっぱりそもそも傷をつけないように洗ってるのと、ある程度定期的に、まあ、1ヶ月、まあ、できれば3週間ぐらいできちんと洗ってるから、まあ、固着させてないからっていうことじゃないですか、ね、あとはオンラインショップで販売しているイージーグロスコートナノとかプラスっていうものが、その汚れが表面に残りにくい撥水状態とか表面の状態を作るように作ってるんで、別の動画でも喋ったことありますけど、世の中塗らない方がマシなコーティングが多いんですよ。そのベースのコーティングといい、簡易コーティングみたいなね、あの自分で簡単に施工できるコーティングといい、なんかコーティングした直後は、うん、ツヤツヤした感じがしていったり、はい、水がプリンプリンに弾いたりとかするものの、長い目で、はい、何ヶ月とか何年とか、車って何ヶ月じゃないじゃないですか、何年も乗るじゃないですか。そうです。そういう目で見た時に塗んない方がマシなコーティングが多いんですね。おかしいですね。僕は実際新車から11年間何にも塗らないで洗車だけしてどうなるかって実験したことあるんですね。すでにやられてますもんね。11年間ずっと見ましたからね、はい、悪くなっちゃったですよ、はい、6年過ぎたあたりからだんだん塗装の表面がね、はい、分かりやすく言うと風化、わずかに風化し始めてね、うん、だんだんちょっと汚れが落ちにくくなったり、ツヤが少し引けてきたりしましたけど、でも11年経った状態でも普通の人に見せたらめっちゃ綺麗ですねみたいな状態ですよ、うん、それより悪いコーティング剤が世の中にいっぱいあります。いっぱいありますね。で、ビューティーウール開発としてはそれより悪いんだったら売る意味ないんで。そうです。それより塗らないより良くなるものをもう探して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 、何なら作ってもらってみたいな感じで、はい、やっと取り揃えました。それがナノとプラスですね。そうですね。あと店舗で施工している2つのコーティングですね、はい、それもさらにやるといいですからね。確かに、うん、でも塗らないとその6年7年経った時にだんだん塗装がね弱ってくるんで。そうですね。そこが弱らない方が良いわけですから、うん、その辺よくする。あと汚れが目立たなくなり具合とかね、洗車のしにくさ加減とかもね、良くなると。確かに、まあ、店舗のコーティングはまたルーテ社で10年ね、はい、検証してるんでね、明らかにやんないよりやった方がいいですよ。で、今じゃあオンラインショップで販売してるものだけで保てるのかと、もともとあれは店舗でコーティングしていただいたお客様の普段のメンテナンス用のものです。そうですね。もともとはそういうことだったんですもんね。そう。でもそうするとね、店舗の人しか使えないから、はい、まあ店舗は全国にいずれ作ろうと思ってるんですけど、全国に作るのを待ってたらいつまでたってもお届けできないので、じゃあオンラインショップでその用品だけ販売してみようということでね、はい、今販売してました。じゃあ用品だけ使ってたらどうなるんだっていう実験はまだ一番長いので3年ちょっとなんで、うん、あと2年3年経たないと絶対 OK ですとは言えないですね。言えないですけどね、うん、でも綺麗な状態を今のところ保っています。まあ何も塗らないよりは全然いいです。はい、はい、ということです、うん、だから新車に対してやはりコーティングはその効果が実証されているものであればする価値は、する意味はあると、うん、そうですよね。それは世の中コーティングされてるものっていっぱいあるんですよ、はい、それが意味を成してるものがあるんですよ。そうですね。それをちゃんと車に対しても意味をね持たせればいいんですけど、はい、なんかね塗って儲ければいい売って儲ければいいみたいな。そうですね。多いですね。多いですね。多いですね。まあだからやっぱそのあれじゃないですか、この前村上さんが言っていたその欲を刺激する産業だからじゃないですか。そこの部分は欲を刺激する産業にしちゃってるんですよね。あ、そういうことですね。だって他のコーティングそんなことないですよ。世の中いっぱいコーティングってあるわけですよ。確かに。例えばフライパンのフッ素コーティング、はい、あれ絶対してるやつの方がさ洗いやすいじゃないですか。そうですね。欲は刺激しないじゃない。利便性ですね。なんで車は欲を刺激する、まあね、私たちは欲を刺激するのではなくて、そうそう、より良いものを、より良いものを追求する、不便を解消すると、はい、せっかく買った愛車がなんかどんどん傷ついていくとか、どんどん汚れていくとか、はい、手間暇かけたのになんかあれみたいな、やんない方がマシだったんじゃないみたいなことではなく、はい、ちゃんと11年実験して10年実験して3年実験してるんですけど、はい、これほど長い時間実験した
まあ、成果をね、はい、正しくなるべくお伝えしたいなと。そうですね。いうことでやっていると。はい。いう変な洗車ブランドです。素晴らしい。こういうの売れなそうだね。で、売りましょう。はい。はい。頑張りましょう。もう20何年かけてるんですか、それに。今のを足すと21、24年とかですね。全部足すとね。まあ、僕この業界入って26年ですからね。そんな変態な会社ないですからね。はい、そろそろですかね。そろそろですね。そろそろですね。はい。はい、やっていきましょう。新車にコーティングは意味のあるものをした方が良い。そうですね。はい。そしてコーティングしたからといって必ずしもそれだけで綺麗を維持できるわけではない。うん。そうですね。ので正しい洗車。そして洗車傷を極力つけずに、うん、正しい用品で、うん、正しい方法で、うん、美しさを保つことが重要です、うん、そうですね、はい、そして私たちはそれを広めています。はい、そうですね、はい、ということで、はい、今日の動画が面白かった、参考になったという方はぜひチャンネル登録と高評価と通知の方お願いします。コメントもお待ちしております。そんなビューティフルカーズに興味を持ってくださった方はぜひ他の動画もご覧になってください。オンラインショップも覗いてみてください。ではまた次の動画を楽しみにしてください。